そこまで。それじゃあ次はケータ。はい。お、どうした？ズボン落ちすぎ。これ絶対妖怪の仕業だよ。いやいや、そんなのよくあることでしょうよ。猿も木から落ちりゃズボンも落ちる。腰のところのゴムが緩んでるんで。いた？ウィスー！何あの妖怪。ガラワルマントこそじゃなくてトンガリグラスじゃなくてありました。あれは妖怪バッドボーヤでウィスー。ガチャガチャ騒いでんじゃねえよ。ガラワル！バッドボーヤは妖怪不祥事案件で言うところの。ズボンってたまに少し落ちるよね。油断してるとズボーンって下まで落ちそうになることあるよね。お引き起こす妖怪デミンさん。ちょっとやめてくれ。ああ知らねえよ。ボッケに手突っ込んだりして悪い坊やデミンさん。もう許さないぞ妖怪落ち。召喚！俺の友達出てこい！フレルリン！フレルリン！フレルリン！あいつをやっつけて！おっこら！なんだってんだ！何しやがれ。見た、クマのパンツ。これは触れちゃいけないやつですね。お前クマちゃんパンツか。触れた。うせえよバーグ。あれま、くそ、こうなったらウィス